皆さんこんにちは、日々まゆのですとちゃーちゃんです。今日は皆さん大好き斉藤さんです。またいやいや、嫌なんだよね。嫌なのよな、本当にね。本当に何回やっても嫌すぎてね。でも今日はね、違うのさ、この間さ、終わった後さ、うん、顔が終わってた、糖分って言ってグミめちゃ食ってたよね。めちゃ食ってた。それくらい体力がいるんですよ、斉藤は。それくらい苦手なんだよな、斉藤さん。苦手だよね。苦手です。今日はどういうあれなんですか。今日はちょっとこっちのペースにしようみたいな。はい、何ですか、どういう意味。赤ちゃん言葉で変態男を成敗してみよう。何ですか赤ちゃん言葉の。そこが気になるね。意味わからんだけど。何、赤ちゃん言葉ってあるじゃん。なんとかでちゅーってなんじゃん。まあ普通に話したら頭のおかしい人じゃん。おかしいよ、めっちゃおかしいよ。頭いかれてるでしょ。絶対そんな人とは喋りたくない。避けたいよ。そのおかしい感じでこっちはずっといる。きついよ。でそうするとさ、多分そのまあ変態さん、そういう気分になってます。赤ちゃん言葉で来られる、しぼむやん。何がしぼむやん。何の何がよ。もうずんどこずんどこしぼましてこみたいなこと。あ、赤ちゃん言葉でしぼましてこ。そうつながった方には申し訳ございませんけど、私たちに会ったあなたの運が悪い。イエーイ。いやー、震えてきた。またっていうこと。またじゃあもうこれはどんどん切られてもいいってこと。そう、もうずんどこ行く。切られたら成敗ってことでいいんだよね。そうそっちのキャラは崩さずに赤ちゃんのまま。赤ちゃん気に入られたら、それはそれで楽しいじゃん。赤ちゃんで気に入られたら地獄でしかない。ちゃん言葉がむずいぞ。まあでもまあ、あのなんか今年でもいいし、なんかさ、まゆチャンネル、変なキャラ設定のままいきます。ドキドキしてるけど。あたしからいくよ。はい、もう行く気や。指ここに置いちゃって。もしもし。もしもし。もしもし。何してるんですか？何してるんですか？ゴロゴロしてますね。ゴロゴロしてるんですか？もしもし。何してる？今、ミルク飲んでましゅ。そりゃそうなるよ。ミルク飲んでるの、ブチ。赤ちゃんだったって切っちゃった。まゆチャンネル。これもう出だしで切られるな、絶対。それな、乗ってくる人いたらおもろいんだけどな。え、だとしたらそれはチャーちゃんでやったし、怖くてできない。ちょっと弱気なんだから。成敗やから。あ、そっか、成敗やな。そうそうそう。レッツスターティー。あ、ごめんなさい。ほんと人のばっかり。いくよ、ゴー。嫌だ、ほんと嫌。ゆういとうさん、もちもち。こんにちは。こんにちは。何歳ですか？3歳です。何歳ですか？そらそうだよな。そらそうか。3歳です。あー、しんどい。やばい、めっちゃおもろいな。いや、何歳です聞かれたら多分切られるよ。3歳とか2歳とか言うしかないもん。そうだよね。でもどんどん成敗できてるよ、これは。抱っこしてほしいでしゅ。タラちゃんやん、もう。いきます。はい、まゆチャンネル。お、もしもし。もちもち。何歳？2歳。2歳で中。てれれれ。一応まともな会話したいわけだ、みんなして。そうなんか。みんなそんな、可愛いじゃん。2歳。2歳可愛いよね。徐々に赤ちゃん言葉になってくとか、いい感じになってきたとこに。もしもし。もしもし。何がいけなかったの。もしもしって言った。もしもしってダメなん。ダメみたい。そうなん。もさもさにして。まゆチャンネル。いや、そうか、じゃあ最初は普通に行く、うん、普通に行って、確かに、うん、途中から赤ちゃん。あ、でもこの声だと切られるよな、普通に。悲しいこと言ってる。もしもし。もしもし、こんにちは。こんにちは。はじめまして。ん？はじめまして、何してんの？今、暇でお家にいます。いや、
もしもしだ。若い、若そう。何歳だと思う？19歳。違う。22歳。違うっすね。ピタリ賞じゃないとダメなやつ。26歳。違うっすね。24歳。あ、正解正解。やったーやったやった。めっちゃ嬉しいね。じゃあ28歳。28歳。どういうのが好きなんですか？どういうのが好き？あ、タイプってこと？うん。エロい女。エロい女が好きなんですか？うん。見してくる女。見せ合いっこしたいってことですか？うん。そうなんでちゅか。見せたいんでちゅか？うん、見たい。どこが見たいんでちゅか？全部。じゃあ、自分のは見せられるようなやつなんでちゅか？さあ、どうだろう。ちょっと気になりまちゅ。あ、気になる。見せるのはそんなないんでちゅか？気分が乗ったら。今は気分乗ってるんでちゅか？今は見たい気分が乗ってる。見せたくなるような何か言ってください。チャームポイントはどこですか？チャームポイントはチンコ。でも私3歳だからそういうの見れないでちゅ。いいじゃん。パパとママに、そういうのは大人になってからだよって言われました。あ、そう、もう大人じゃん。まあ、3歳でちゅ。28でしょ。違いまちゅ。いいじゃん、見してよ。3歳だからまだおむつでしょ。なんか見してよ、おむつ見してよ。おむつ見たいんですか？ムニマンは高いからお母さんがあんまり見せたらダメって言ってました。早く見してよ。うんちついてるけどいい？早く見して。うんち見たいんですか？早く見して。噛み出して。なんで怒ってるんですか？早くして。お母さんに言いますよ。お母さんとお父さんに言っちゃうもん。いいんですか？早く見してもらえれば。なんで怒ってるんですか？怒ってないよ。怒ってるの怖いね、じゅん。お母さん。お母さん。すっごい強かったよね。こいつ臭いやな。すごいやん。強かったよね。全然負けなかったよね。てか、あの流れからも見せてもらえると思って言ってたのかな。じゃない？ちょっと笑ってたよね。なんかさ、途中でさ、あ、シュとかが聞こえてないのかなと思ったの。普通すぎて。でも、なんか、反応してたね。シュ、うん、あ、そうそうそう、言ってた。でも私めっちゃおもろかったのがさ、うん、3歳ですから、みたいな時さ、うん、28歳でしょ、早く。いや、もう、笑っちゃった。すごい、でも今の人すごい、メンタルがすごかった。うん、めちゃくちゃ面白かった。これは成敗になるかな？なったなった。いい試合をして、チャーチャーの勝ちですね。やったー、なんか嬉しい。これほど気持ちいい試合はなかった。よかった。もうだって向こうがもううんうんってなったもん。ね、素晴らしかった。ほらよかった。あ、面白かった。イライラしてたね。あ、もういいか。いや、もう3歳じゃん。28歳じゃん。いいから早く見せて。おむつ見せてって言ってたからね。言ってた。でも、ムーニーもまた彼からも意味わかんないけど。まゆチャンネル。あ、もう嬉しい。私これ絶対無理。あと一人、じゃあまゆが成敗しようか。わかった。ね。今日はちょっとこれでね、もうチャーちゃんの成敗だいぶ良かったけどね。良かった。最初普通にしてたっけ？普通に喋って、そう、普通に喋って、でどこで入れようかなと思って、なで27チャイだから、あ、チャイチャイから入れ込み始めた。じゃあ25チャイから入れればいい。うん、そうそうそう、入れ込み始めた。はい、もしもし。もしもし。何歳が聞いてもいい？25チャイ。あ、年上や。あ、本当？何歳ですか？22。若いね。いや、そんな変わんないけどね。え、なんか声がいいね。本当？ありがとう。嬉しいわ、そう言ってもらえて。え、本当？よく言われない？言われん、そんなこと。え、本当？特徴的だよ、すごい。素敵だよ。いや、嬉しいわ。敬語じゃなくても大丈夫。うん、大丈夫。え、私に聞いた今、どっち？うん、そう。大丈夫。じゃあ、私も敬語やめる。ね。うん。うん。どうして出てくれたの？出るよ、そりゃ。嬉しいわ。え、そうなの？いつも出てくれないんでちか？いや、そんなことないけど。うん。まあ、なんか出る人はね、あ、なんか大きいの好きとか。大きいの？大きいのでしゅか？あ、ちなみに、今は何しとる？ゴロゴロしてる。一人。どうして斉藤さんしとるか聞いてもいい？すごい、なんで毎回いつもそうやってお尋ねしてくれるの？毎すごい紳士だね。毎回
まずはこれを聞いてもいいって聞いてくれてから聞いてくれるよね。いや、なんか嫌なこともあるかもしれんや。わあ、すごい優しい。なんで、なんて私聞かれたっけ、何の質問だ。今何しとる。いや違うよ、今何してるわ。私聞かれたよ、もう。斉藤さん何でしてるのでしょう。あ、そっかそっか。ね、友達に教えられてアプリ入れてみて、うん、今初めてしてます。ちょっと喋り方なんかすごい、ね、え、喋り方返事しか、なんかレチカとかって言ってない。え、レチカって言ってますか。うん。え、嫌ですか。いや、全然嫌じゃないけど。嫌じゃないですか。うんうん、なんかちょっと特徴的なの。あ、本当言われたことなかったから初めて言われたな。うん、大丈夫や。あれ、関西弁。違う、でもよく関西と勘違いされる。うん、なんか関西弁っぽいよ。あ、でもハーフやからね。え、そうなんですか。関西とな。関西とどこですか。日本です。関西と日本のどこかですか。そうです。あ、そうですか、そうですか。え、好きな食べ物なんでちか。ちょっと待って、なんで笑うの、なんで笑うんでちか。いや、好きな食べ物はお肉です。焼肉。女の子。女の子、メス、メスってこと。牛さんですか、メスの牛ちゃんってことですか。いや、違う違う違う、女性。あ、女性が好きで。あ、女性が好きですか。私女の子ですよ。本当に。え、え、私男の子だと思いますか。うん。なんで、ひどい、女の子なのに。めちゃめちゃ女の子だよ。あ、そうなの。そうちゃんだって、どう考えたって。なんでそうじゃないのか教えてよ。なんでそうじゃないと。カメラとかでできる。やだよ、だって顔面目の前にあるもん。あ、じゃあ顔じゃなくていいよ。なんでちか。嫌でちよ、嫌でちよ。私まだ3歳でちよ。あー、終わった。一撃必殺。そうそう、一撃必殺。3歳でちよ。ってるるる。おもろかった。まあでもね、みんな向こうから聞いたってことで、そう、成敗しました。成敗しました。よかった。初めてだよね、こういうさ、うんうん、キャラ設定みたいなさ。あ、確かに。どうか、ね、何々言葉みたいな、うん、楽しくない。緊張するもん、ずっと。本当嫌だ。さっき、なんとかなんでちか。今思い出して言ったんだ。でも良かったですね。良かった、すごいね。でも確かに切られてもいいっていう感じで、うん、成敗っていうつもりでやったら、なんかちょっとスカッとはするよね。そうだよね。でもなんかいろいろできそうよね。そうだね。うん。ちょっとまたやってみたいと思います。思います。今日の動画が良かったよと思ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make